こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらのニッティングバードさんの一五一英糸、ぷくぷくが入っている糸を編んでみたいと思います。こちらは、川峰谷雲というのの中の区というのです。なんかこの川峰谷雲。で、もう一個ね、こっちの方は雨、雨土、星、空、山、 というのがあったそうでそれの目というのを買ってみましたこの言葉なんだろうなと思って調べたらと色ハウタの前に作られたアイエオの覚えるものみたいな感じだそうですちゃんとアイエオがこう全部使われているものでこれは雲のクです買った理由はこのオレンジのぷくっとした部分を編んでみたいなと思った ですで今回はするとこのゴム糸を混ぜるのではなく普通に、えー、とつま先からいつも通りに編んでみたいなと思っていますで最後は伸びる履き口とかなんか一番オーソドックスに行きたいなと思っていますがどうなるかご期待くださいでこっちはこう結構弾力性があるって前も言ったと思うんですけどこっちは。 ウール、コットンアクリルポリエステルなどが入っているそうです。えー、と0から2号って書いてるんですがちょっと太そうなので見てみますね。どこだろう糸端あったここですね。外側に行ってる方だけを取ってえっ、ー、と1 2 3 4 5 6本ですね、こっちが7本ぐらいだったかなこっち6本ですねでくるくるしている糸くちゃくちゃしている糸もあったりしますこれがオレンジのですねなのでえー、とこっちは0号あ1号で編んだのでこっちも1号で編むかもしくはこう2号も準備して編んでみようかなと思います。 それではこれをちょっと床にこんな風に置いて上からこう引っ張って編んでみます出してきましたこんな風にちょっと写ってないかなこんな風にオレンジのプクプクがこうついておりますまずは一号で編むので一号だったら三十目にしています で、目を作ってターキキッシュキャストンこのねまっすぐな線がつま先みたいになるのが楽しいんですよねあここちょっと引っかかるかも下から12345678あオレンジだけかと思ったら水色もありましたねぷくっとした糸映ってないかなここ楽しみです あら太いかと思ったら細いかもしれませんねもし細かったらいつもの05針に戻すかもしれませんとりあえずここで編めるところまで行ってみたいと思いますまっすぐな糸と くちゃくちゃした糸2本が入っているのでうんまあ本数よりも太く感じるという気もしますあこのままの方が良さそうですねなんでかななんでそう思ったかちょっと <laughs> 説明しづらいんですけどもう指にかかってる感じも太く感じるしあとはこの隙間がなければ よしじゃあこのまんま1号で編んでみたいと思いますえっとコンマキなのでちょっと同時編みはできないのですが一足一個ずつ楽しみながら編んでみたいと思いますオーソドックスな編み方でこの糸が目立つという 普通の靴下を編んでみたいと思いまーすちょっと弾力性も感じるような気がしてきましたねお、編みやすいかもー,おーでは編んでみます一つ靴下編み終わりましたこんな編み地になりましたこの オレンジのプクプクが可愛いなと思って買ったのでこんな風に出てくると面白いですねこんな感じでガセットヒールにしてくるりんにしてみましたとこの足首の長さはこの足の長さと同じくらいにして伸びる伏せ止めをしましたで1個編んでみて思ったんですけどすごく伸縮性が あって編んでるこの糸自体はそんな伸びないんですけどなんでだっしょうこういう糸前も使ったことあるんだけど何の糸だったかな結構伸縮性があってでこの色合わせが面白いしもう履いてしまうとなぜかもう手編みに見えないというところがまあいいところなのか <laughs> なんか苦労が見えないというかという感じがします。では編編みみななががららかかとのとのころを編みながら いい話してみたいと思いますやはり、えー、とこの引き揃えという部分が難しいと思うのでそこでなんかこう間違ったのとかをこうどんなふうに直したらいいかみたいなのも取取れたらりたらりいいなと思いますで伸縮性があるのでこうかかとのこのまの部分がこう広がってるとこっちだけこうつれて。 広がっちゃっててこう編みづらかったりするんですけどなんかこう自然にこんな風にギャザーが寄ってくれて編みやすかったですであとこのポチこのオレンジのポチがと糸がくるくるくるってなっているだけなんですね。なのでえっ、ー、と前えー、リユース年始だったっけダイソーさんのと 輪になっているものとかだったらこう刺しそうになってそれで難しいんですけどこれは大丈夫ですねなのでこういうプクプクがついているのは買いと思うといいと思いますであと写真ではこれが横に出てくるのかなって勝手に思ってたんですけど V の字なので縦というか斜めにこう出てきますねで不規則で面白いなと思います こう編めてなかったり集中し,してないとなんか乗ってない時は全部の糸を編むのが難しいのでそういう時にはアメリカ式で編んだりしていました。ちょっと編んでみます。えっ、ー、と50目なので25目半分まで編みます。3、4、6、7、8、9。あこんな風に編めてなかったら気がついたら編む。 これは手の感触ですね。あ、あとこれを、えっ、ー、と、床に置いた場合は、もっと前でというか、近くで編まないと引っかかるので、あぐらを描いてですね、あぐらの真ん中にこれこう置いたりしていました。今はあぐらを、あ、これがあるので、右側に自分にこう立てかけておいて、まっすぐじゃなくて、ちょっと斜めにして置いています。まあ、フランス式だから左側に置いてもいいと思います。 いい位置に置くとスルスルスルっと倒れずに出てきてくれるので、糸巻きもしなくてよくて、まあ、1個ずつしか編めないけど、でね次、使い切るときには玉巻きしようかなと思っています。こんな風に柔らかかったり、感触が柔らかかったりすると、全部糸を取り切れてないということなので、よくこうして、 届いて下の全部拾って上からかぶせてもう一回編むみたいなことをしていましたでも気づかずにいったら下からこう拾い上げたりしていました「にしろや」と「にしろや」1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 この半分25から町の分20引いてこ,こ,こう下からこう全部こう拾うようにしてちょっといつもより動きが大きくでも慣れたので結構速いかと思います。慣れたらこっちのものも 表編みみたいに滑り目をしてちょっとクッと引っ張って裏編みしていきますボックスヒールの時とかもそんなふうにしてねじって目がちっちゃくなるようにしていますマーカーまで来たらまたマーカーから5目12345そうこの 裏編みとか表編みの往復をしている時が一番難しいと思うのでその時何が起こるかなみたいなのを取っておこうと思って今ここを取っています表編みをしてぐッと引っ張って編んでいきます前のえっ、ー、と ニッティングバードさんの「1518」よりも伸び縮みするところがいいところでえと何本もあるのでその分難しいけどこれ一本一本何かの靴下のためにあったんだなと思うとどんな風に組み合わせてたのかも知りたいなと思うしこれとゴムと一緒に編んでたから。 伸び縮みするんだろうなーなんて思いながら不思議ですねそしてこれを組み合わせようと思ったニッティングバードさんがすごいなと思いますいつも使っているオパール系統よりはそれは編みづらいのは当たり前というか <laughs> なんですが慣れてしまえば大丈夫っていう言い方しかできなくてすみませんでももし えっと、あなんかニッティングバードさんのイベントが関東の方で9月にされるって、えっと、この間ライブで聞いたので、えっと、もし行かれることがあったら実際に見て触ってみてえっとどんな糸が出てるか分かんないんですよね一期一会だからこの糸も発売分がこう売り切れてしまったらもう同じ糸は多分ないですよねでなのでそのイベントとかで 実際に見てみて触ってみて柔らかさなどを感じるといいと思います。これはこう沈むんですよね。で、ああこのこのね糸の巻き方もねすごい美しくて途中から柄が変わってきて面白いなと思っていました。もうかかとを編んでしまったのですが、あんまりミスしなかったので、うん、ここをミスしてたので1個一本編めてないのが。 あるのであとここを直しながら撮りたいと思いますあとこの糸の弾力性のおかげかかかとの脇に穴が開かない工夫をしなくても大丈夫でしたそこもいいところですね私は多分引き揃えの糸まっすぐな糸だけで寄らさってない場合格子とかの場合は難しいんだと思いますここをただキュ 編む本来ならばこれで穴が開かなかったら最高にいいですもんね。でさっきちょっと1本編めてない部分があと何目かを大体いい見て2白や9目ぐらいかな。でちょっと邪道な直し方をします。 ここ、あ、拾えるかやってみよう、まずは。えっと、このループが危ないと思うんですよね。ここに指がこう、まあ、入んないと思うけどで、こう引き出してみて、結構引き出せたら、あ、危ないかどうか、こうチェックして、で、ここが間違ってますよね。だから、ここを外しちゃって、こう、はしごを降りるように、てんてんてんって降りて、直す。でもいいし、直せなかったら、 ちょっと邪道なやり方をします。で何よりもそのループができないようにしようという風にしたのでちょっと目が乱れてしまうかもしれないけどなんせこの引き揃えは目がわからない。だからそれをラッキーいいことにしてちょっと変な直し方をしたりしていました。ここも直してみたいと思います。なんかこう 引っ張った時にちっちゃくなればいいけど引き出してみて結構大きかったら上に引き上げて今回は編んでみますこっちから1個だけまだ減らし目をしてなかったので減らし目をしてあ1本しか編めてなかったですねこういうのももしあったら こう編むときにあれってなると思うんですよね。で、気づくと思うので、そしたら編み地の方を見て、こうして、で、裏にある糸を全部、こう横に渡ってると思うんですよ。これ、これを全部、こう拾って、引き出してきて、 編みます。で、さっきの場所までいきます。あと二白や八目ですね。一、二、三。 そしほんとはさっきみたいに下にこう降りてってもいいんですがこうしてこれ真上じゃなくてこっちのちょっとずれた方にこう拾ってもいいと思います。このループになって編み,編み忘れたところをグッと引き上げて一緒に編みます。そうするとこの目が下に引き下げられちゃうかもしれないけどそれよりもとループをそのままにしておく方が嫌だったのでこんなちょっと邪道なやり方をやってみました。 こんなな工夫をしながらあとどっかにこうピアってこう出てるのがあったらないかあったらえっとかぎ針で例えばこういう風に出てたらこう後ろに引っ張ってでループにならないかどうかチェックして良ければそのまんま進むみたいな感じでちょっとお世話をしながら編んでみました。 靴下完成しましまた水通しをする時に少し硬くなるかななんて思ったんですけど乾いいたたたらまた柔らまま柔かかくちょっっとと仕上がったかなと思いますこういう弾力性のある糸を私にとっては編みやすいのかなと思ったしもし,もしかしたら皆さんもそうなのかななんて思いながら引き揃えてる糸は弾力性があるかを確かめるべしこう ここを引っ張ってもわかんないのでこう押してみてへこんだら OK みたいなえっ、ー、とウールコットンだけよりもなんかアクリルポリエステルなどこの部分が伸びたり縮んだりしてくれてるのかななんて思いました結構使っちゃったので次はくるぶした毛かななんて思いましたでこう見るともう全然手編みに見えないっていうのがやっぱり これ売ってそうですよね、ね。普通の靴下屋さんに、ね、なので次はここ裏編みとかしてポコンポコンとかしたりボーダ弾ーみたいに見せたりとかしてちょっと手編み感を出してみようと出来上がってから思いついてしまいました。あとえっ、ー、とこう下からうん渡ってる糸とかで下の糸直したりとかしてる時になんか。 何本も一緒になってるから一個だけもう一個下から拾ったり向きが揃ってなくてでもそれも向きを揃えなくてもとにかく絶対拾うみたいな感じでこっちに横に渡る糸が出ないようにだけそこだけ気をつけてやったらそんなにこうなんだろう難しさを感じずにというかそこをズボラにしてしまいました。ということで存分に楽しませていただきましたありがとうございます。 ということで今回はニッティングバードさんの靴下専用一五違うな。<laughs> 合ってた「川峰谷雲」の句を使って編んだ靴下でした。最後までご覧くださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。